女性ホルモンの効果、メリットとデメリットについて。皆さんこんにちは、更年期トータルケアインストラクターの永田恭子です。皆さん今日もチェブラチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。さあ今回は女性ホルモンをテーマにお話をしていきます。更年期と呼ばれる時期、この女性ホルモンが体の中でダイナミックに変動をしていきます。急低下していってしまうんです。でそのことによって私たちは心や体に様々な症状を感じてしまうわけなんですけれども、この女性ホルモンっていうのは一体どんな役割をしているのでしょうか。またあまり語られることはないんですけれども、女性ホルモンのデメリット部分、闇の部分にも今回は触れていこうというふうに思います。では順番に解説していきましょう。女性ホルモンの役割についてです。私たち保健体育の授業なんかで昔ですね、女性ホルモンというとなんだか女の子らしい体を作ってくれる役割があるということを学んできたと思います。しかしそれだけではないんです。女性ホルモンというのは肌の張りや潤いを保ってくれていたり、また粘膜の潤いを保ってくれる、そんな役割もあります。粘膜っていうのは目とか鼻とか喉とかのこともそうです。これ私の母親の更年期症状の始まりなんですけれども、目が乾くという症状からスタートしました。で目が乾いて婦人科行かないじゃないですか。目が乾くもんだから眼科に行ったんですね。でそして目薬と飲み薬をもらって帰ってきました。しかしその飲み薬、錠剤だったんですけれども、この錠剤が飲もうとすると喉にくっついてしまって飲み込めないっていうんですね。でそして、うちの母とても真面目な人だったので、今度は耳鼻科に行きました。先生、もらったお薬錠剤がね飲めないんです。そしたら先生が言いました。ああそうですか、そしたらこの錠剤飲んでくださいって言って、また錠剤もらって帰ってきて飲めないことが起こってくるというような、デジャブかなみたいなことがあったんですけれども、これ実はですね、この時期母が行くべきかは眼科や耳鼻科ではなくって、実は婦人科だったんですね。女性ホルモンの低下が原因で起こっていました。でちなみに母親の今の行動、症状ごとに診療科を巡ること、ドクターショッピングというふうに呼ばれていて、今の日本の中ではとっても多い行動です。症状ごとに診療科を巡るんですけれども、なかなか症状が良くならないということがあります。ちなみに、今日本の年間のドクターショッピングによる過剰医療費、過剰検査費、過剰投薬費、更年期世代だけで年間約700億円使われているというような研究結果もあります。体のことを知るって大事ですね。では次行きましょう。育毛、髪の毛の黒黒しさを保ってくれていたり、また骨量の保持、骨が溶けるのを防いでくれるような、そんな役割があります。それだけではありません。記憶や認知、脳の機能を保ってくれたり、また血管を丈夫にして動脈硬化を防いでくれていたり、さらには感情と書いてありますけれども、女性ホルモンって別名ご機嫌ホルモンと呼ばれるぐらい気持ちの明るさを保ってくれている、そんな役割もあります。また自律神経の安定や、一番下に書いてある抗酸化作用というのは、もう私たちの体の中のもう血管や内臓とかも含めた若さ全体を保ってくれている、そのような役割があります。でこれだけ見ると女性ホルモンってもうたくさんあった方がすごくいいんじゃないかというふうに思うじゃないですか。なんですけれども、これだけメリットがたくさんあるもの、要は光が強いものというものは影の部分も濃く出るわけです。女性ホルモンのデメリットを見ていきましょう。女性ホルモンの裏の顔、これ女性ホルモンありすぎると、今度は子宮筋腫ある方はその子宮筋腫がどんどん大きくなっていってしまいますし、子宮内膜症がある方はそれが悪化していってしまいます。また女性ホルモンの影響を受ける乳がんのリスクが増加してしまうなんていうようなこともあるんです。そして PMS、 月経前症候群というふうに言われますけれども、生理の前になるとなんだかむくみやすくなったり、気持ちのコントロールが難しくなってイライラしやすくなってしまったり、うつうつしやすくなってしまったりというような、すごくこう不調に悩まされるというのも、これも実は女性ホルモンの影響なんです。またホルモン頭痛というふうに呼ばれますけれども、女性の場合
片頭痛がとっても多いんですね。で、これもホルモン頭痛と呼ばれるくらい女性ホルモンの影響を受けて頭痛が発生しているんじゃないかというふうに言われています。なので閉経後はこの頭痛から解放されたっていう方がとっても多いんです。また女性ホルモンというのは感情に大きな働きかけをする役割もありますので、どうしても女性ホルモンが分泌されているうちというのは感情が不安定になりやすい、浮き沈みを感じやすいというようなことがあります。なので女性ホルモンというのは一見この美と健康を守ってくれている大事な役割を果たしてくれている、一方でありすぎると今度は私たちの命を奪ってしまうような、健康を脅かしてしまうようなこともあるホルモンなんです。こう思うとどうでしょう、更年期の時期女性ホルモン、私たちある状態からない状態にガクンと減ってきてしまうんですけれども、実はこれは私たちがこの先生きていくためになくてはならない進化なんです。今までの調子で私たちの人生後半まで女性ホルモンがある状態が続いてしまうと、今度はデメリット部分、闇の部分の方が顔を出しやすくなってしまうんです。なのですごくこの更年期というのはとても理にかなっていて、なくてはならない人類の進化の時期なんです。ただ女性ホルモンの守りの部分が減ってきてしまうということもありますので、やっぱりこの時期から快適に健やかに生活していくためには今まで以上に生活習慣も食事、睡眠、運動に気を使っていくということは必要になってきます。だけど女性ホルモンのいいところ悪いところ両方知れると、この更年期という時期もなんだか悪いもんじゃないんだなというような、そんな気がしてきませんか。実際更年期は英語で言うとチェンジオブライフというふうに人生の転機として前向きに捉えられています。更年期以降これまで悩まされていた PMS 月経前症候群の不調から解放されたり、生理痛から解放されたり、また閉経をしてくれると子宮筋腫がちっちゃくなっていきますので手術を免れたというような、そんな喜びの声だってあるんです。また更年期以降55歳から65歳の時期のことを女性にとって黄金期というふうにも呼ばれています。ホルモン変動の波から解放されて、そして活力が出てくる、元気になってくる、そんな時期でもあるんです。更年期以降の人生をより豊かに快適に過ごしていけるために、ぜひ心と体と向き合って、そして人生を楽しめる土台作りの期間にしていきましょう。じゃあ今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。このチャンネルではあなたがより健康に豊かな人生を送っていくような、そんなきっかけになりたいというふうに思っています。これからも皆さんの役に立つ動画を上げていきたいと思っていますので、チャンネル登録をお願いします。私が運営する NPO 法人イチャブラの更年期ナビゲーター研修が好評です。オンラインでどこからでも受講できます。より自分らしく健康に生きたいという方、更年期の知識や対策ケアの技術をご自身やご家族、またご自分の仕事や活動で役立てたいという方、ぜひご参加ください。また LINE の登録もお願いします。またおかげさまで本が出ました。更年期との付き合い方が分かり、さらに心も体も前向きになります。ぜひお読みください。更年期はチェンジオブライフです。心と体と向き合って人生をもっともっと楽しんでいく、そんな土台を作っていきましょう。もし今日の動画がいいと思ってくださったら、高評価やいいねボタンを押してください。またチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。もしよかったら Twitter などでこの動画シェアしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。